よし、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。うえ、で、はけニューシート、何するの？だから人間魚拓します。人間魚拓、人間が魚拓になるっていう。あ、マティの、え、そうです。いや、てかね、ぶっちゃけハケとかね、いらないんだよ。必要ねえんだよ、必要ねえんだよね、実は。最終的に結局ね、全部バケツから被っちゃうからね、何も関係ないんですよ。そう、被ればいいから、結果的に。牧場風呂、じゃあお前買ってこいや、牧場。お前牧場風呂ってお前相当な牧場必要だね。お前買ってきてくれたらやってあげるよ。いくらかかるね。あと牧場、いろんなとこから牧場取り寄せないといけない、うん、え、もうおすすめ規制なの？え、どういうこと？え、おすすめ規制なの？この画面もおすすめ規制なの？え、意味が分かんない。なんで？うるせえな。これ細かい細かいのどうでもいいんだよ。魚拓だろうが人拓だろうが細けえよ。普通に魚拓で分かるだろう。バケツこっちだな。もう少し押すなよ。いや、毎日じゃねえだろ。さあ、今日はこれを使ってやりたいと思います。どうしようかな。どういう、いや本当はさ、ここにプール引いたらさ、ここにさ、あのあれみたいにさ、なんだっけ、あの月曜日にやってるやつあるじゃん。あの感じジャンプとかしてこうやって つけるやつ、あれちょっと面白いけどね。でもそれ落ちたらさ、痛いだけだし。あ、フレンドパークのやつ。昔すぎる、いや昔すぎるからいいんだよ。昔すぎるのがいいんだよ。金八なんかどうでもいいよ。お前金八が気になるな。金八に枠取らせろ。こっちは実験ないもん今。階段に引いて、いや階段には引けないよ、無理だろう。あ、ここでもいいかもね。ここでやるか。うん、ここでもいいかも。なんか下痛いしね。うん、こっちの方がいいかも。玄関だし、こっちだったら普通にパーンと落ちても痛くないし、あっちは石があるから倒れた時痛いしね。うん、そう、危険だし、うん、でこれもあるしね。なんでそんな賢いの？いや、わかんないけど。
こっちの方がいいよね。ちょっと今から準備します。いや、さすがにここで墨汁をかけるわけじゃない。ここで墨汁をかけて、でこのまま走っていってビャンって飛び込めばいいんだよ。まずスタート地点、ここからでやって、でここバー走っていってジャンプして、じゃあ準備していきましょうかね。インパクトね。いや、お前に合わせたら、お前に合わせたら赤番くらいそうでやだ。お前に合わせれん。いや、木村魚拓じゃねえわ。で、これをね、引きたいと思います。これ引きたいと思います。
からやるときはここからスタートするっていうことや。まあ、向こうからスタートしてここで走っていく。いや待てよ、でもさ、これさ、予報しないけど、まあ行くか、待てだけについて。立てだけすりゃいいか。あ、ガムテープ、いや、ガムテープもいいか。ガムテープ、最後は2階から魚卓を吊るすと。最後は魚卓を吊るすと。え、でもガムテープで取れんくなる、取れんくなるくね。ちょっと横の腕が見えないですけど、よし、じゃあ次、ここからあの墨汁をね、積み込みします。墨汁を、何やこれ。いや、あの人間魚卓です。人間魚卓。じゃあ1個目、1個目から入れていきます。手際よくね、マジで。はい、2個目、早うしろよって、やってんじゃん今。意味がわからん、マジで。オファー来る、オファー来ちゃう、オファー来ちゃう、マジ。ん、落ちないよ、落ちるわけないじゃん。早くしろ、待ってや。はい、2個目。はい、次3個目です。中身少ねえ。いや、まあでも大量が大量にあるから。うん、大丈夫だよ。大量にやっから。はい、3個目。はい、次4個目。4個目。いや、買い占めてもないけどね。うん、何しよる？いや、俺。絶叫やな。なんで風呂でやるやん。
あれ、あれこれ取れん。あれごめん。あれごめん。マニパニは高い。ごめん。何するよお前。あ、書道します。書道す。パソコン。おい、取れないわ。どこだ。取るなよ。取るなよ。何いつまして。1,2,3,4,5,6,7 なんだあいつ。あいつもうなんかおかしいんだよね最近。やばいよね。これもしあいつがあの髪ぐしゃぐしゃにしたら完全にあの妨害だからね。業務妨害。おかしいのは、ね、全然いいんですけど、多分妨害されると困るよね。警察来るのも別に全然いいんだけど。主任、1,2,3,4,5,6,7,8 はい、次9個目。9個目いきます。9個目。はい、次10個目。10個目。ダメれるかよお前こんなの。え、結構大量だよ。バケツの3分の1は入ってきたよこれ。いや、それぐらいね、協力してくれるようになれば最高だけ、最強だけどね。うん、はい、10個目。あと何個？あと1,2,3,4,5,6個。あと6個。あと6個で。完成やね。あとは俺が着替えて、本当は俺もね、裸になってね、ガムテープぐるぐる巻きぐらいした方がいいんだけど、なんか怖いじゃん、規制かかったら。あ、まだあるよ。実験内容教えて。いや、人間魚拓です、まあ、人間とんたくやかましいでお前。怖くないけど。いや、それ配信しねえやつだろ。してやつからしたら怖いんだよ、規制は。いや、乳首もダメじゃん。生きてる時点でダサい。いや、ダサくて結構です。規制かかるぐらいならダサい方がマシ。こっち乳首はダメだね。ガムテープでどうかっていう話だけどな。ガムテープしたらいけるの？本当に？いける。なんで知ってるの？じゃあ上半身だけガムテープでやるわ。下半身は無理。下半身は無理。下半身は普通にパンツ履く。ありがとうございます。よっしゃい。いや、下半身は無理だろ、さすがに。さすがに無理だろ。実験間に合ったっすね。はい。いいか。
いやもうそれも大事ないわ。いいわ。なんかギリギリ路線行きたくねえよ。前張りなんかねえわ、山普通に。あと4つだね。いや普通持たんだろ、前張りなんか。普通にどこの家庭が前張りなんか持つよ、マジで。はい、あと3つ。6時10分までには、いや分からん、終わるんじゃない、普通に。6時10分までには、いや、イカルとかティーバッグなんか履くわけねえだろ。知らねえよ、警察24時。痛い痛い。いや、まあ、あのルールは説明しますよ。ルールは、家族みんなの魚宅は無理や。これしゃあ、こんだけ使いました。こんだけ使いました。ちょっとね、あの、まあ、証拠隠滅とかすんでいいや、もう。よいしょ。スタート地点はここっすね。あそこにカメラを置いて、ここでまず墨汁をやる。で、ガー走っていきます。ここでダイビング回します。で、あそこから通ると。一発で決めるから。一発で。こっから一発で決める。痛くないの？いや痛いでしょ。いや痛いに決まってるやん、普通に。めっちゃ痛いわ。で、これハケね、ハケ、ハケっすね、これ。よし、やるか。あ、べべべべべ、危ねー。いや、これあかんな、これ。これ無理だな、これ。よし。よし、やるか。いや、これ水性じゃないし、油性です。じゃあ。廊下割る。いや、そんなことねえわや。いらないパンツね。いらないパンツ。いらないパンツ。あ、高いやつは油性だからね。高いやつは油性。どうしようかな。いらねえズボンだな、いらねえズボン、履かねえズボン。ないんだけど。いや、もうこれで。よし。いや、ゴミじゃねえわよ、お前。よし。鼻息荒いに決まってんじゃん、太ってるんだから。意味わかんねえ。
よし、ちょっとここで着替えましょうか。夜ご飯なんかどうでもいいわ今日。よし、まずこれ取りますね。こいつはね必要ない。これはね、本当に乳首隠せば大丈夫なのか。本当だそれ。大丈夫。なんでみんな知ってるの。その大丈夫。あ、マジでやってる人いた。あ、本当に。じゃあまあとりあえず、あ、そうなんだ。じゃあもうとりあえずズボンだけは履くわ。で、これ脱いでガムテープ、ちょっと待ってよ。ちょっと一回、ちょっとこっちでちょっと脱ぐわ。いや、墨つける前から真っ黒やん。いや、意味が合わない。やばい、汗でガムテープが取れるんだけど。汗でガム手が取れる。やばい、汗でガム手が取れるぞ、これ。汗で取れるぞ、これ、マジ。あー、缶、これやばいわ、これ。ちょっとマジで汗で取れる、ガム手が。汗でマジガム手が取れる、これ。いや、これまずいって、これ。まずいってこれ。いや、汗かくなよ、ふざけんなよお前。かくだろうが。いや、腹出すぎだろ俺。いや、てかこれ、このズボン、ケツの穴に穴が開いてるし、やばこれ。まあいいや、もう。まあこういうコスプレって思えばいいか。こういうコスプレと思えば。いや、知らんわよ。コスプレ。あ、ダメだこれ。無理だ。いや無理、これ取るのやばいぞこれ。やばいってば、取るの。どうやって取るこれ。やっべ、これ。わからんこれ。全く意味がわからんこれ。全く意味がわからんこれ。どういうことこれ。
画面ついてるの？もう全く意味がわかんねえこれ。これどういうことやねんこれ。しかもなんかあのいらんとこばっかりちゃんと出てるの、肝心な乳首が取れそうなんだから。俺肝心な乳首が、いやお前これ金太郎かよお前、これどういうことこれ。これどういうことだよ。わかんねえお前結び方が、全く意味がわかんないこれ。これとにかく最悪だぞこれ。脇毛も規制ですか。脇毛も規制。やばい、一番肝心な乳首が出そう、これまずい。一番肝心なとこが、もう一番ち、これどうやればいいのこれ、マジで意味がわかんねえこれ。意味がわからんこれ。まあいいやもう。キモすぎやん。だから上半身裸なんかしたらキモくなるから、やめとけって言ったんだって。なんか言ったんだって。じゃあ行きましょうか。いや手なんか伸ばせんけどね。だから普通に T シャツでやるかあったんだって。普通にこんなことするから、いやキモいわよこんなもん。よし、よし、やりましょうか。いや普通にどう考えてもキモいだろうが。よし、だから、バーン走ってきてガチンってこうガチンとね、でなんですけども、いや関係ねえだろ、オフパコは。よくその体でじゃねえんだよ、お前は普通に。気痩せっちゅうもんがあんだよ。これで、いや、
ここいや俺もごめんけど、いや ここまで意味わからん感じになると思わんかった。普通に T シャツ着けた状態でやると思ったら、こんな恥ずかしい格好させられて、いやそれはお前恥だで、こんなもん。いや俺はガチで想定外、これはガチで想定外。普通に T シャツで白 T でやるかと思ってたし、いやこんなもん決めえだろ。まあ普通になんかあそこで定点カメラで置いて、これが走ってきてさ、ただ真っ黒で走ってきて、ただ気持ち悪いクマが襲ってくるぐらいの感覚でしょ、これ。誰も人格に興味ねえじゃん、これ。キモい絵面を見せられてっていうし。普通に。よし。やります、じゃあ。あそこから、あそこに置いて定点で見えるんかね、これ。見えますね。よし。動きにくいわ、これ。見えるで、これ。見えるで、これ。見える。いや、なんかちょっとあれだな。見づれえな、これ。これでいいですか？ここのガングルでいいのかね？墨汁壁に当たらないようにするわよ。いや、ブルーシート外すのは無理。で、これ以上もう下がれない。マジで。これ以上するともう壁。あ、口角。口角か。口角で。オッケー、ここでいい。ここでいいっすか。いや、めちゃくちゃ熱いよ、これ。めちゃめちゃ熱い、これ。いい？オッケー。じゃあ、実験開始ですね。開始。よし、じゃあやります。開始しますね。あ、きちい。息ができん、これ。やば。マジで息できん。
これギャザー取れた。いってー。あ、いってー、出てこっちゃった。取れてるこれ。あ、取れてる取れてる取れてる。あ、あれ。取れてる。やばい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 。取れました。いや、体細すぎねえかよ。ちょっと待って、ここからどうやって移動するの？だって、あの、そして、あの、今これどうしよう、これこっから移動が、こっから移動ができない。どうしよう、こっから移動ができない。やべ、音がこもってる。お、やばい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 。気にせだろう。いや、わからん。水が弱いんだけど、これ水が。やべやべやべ、やべ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 。うちね、どうでもいいわ。あ、なにこれ。あ、取れる取れる。取れる。どう見せて。いや、今乳首が出てるから無理。こっちの方が取れんけど。
はどうでもいいわ。こっちの方がいいんだよ。待って、あのすげえ、あのすごい食いたいです。自分の体が窒息しそう、窒息しそう、自分の体が。ベンジンじゃない。いや、こっちどうやって撮るの？これ。いや、いるよ。全然。いや、洗って脱いやったらどうぞ行ってない。サミー、まずあとこっち、先にこっち、先にこっちで、あの先にあれを片付ける。一回ちょっとこれ、まず自分。これ取れるんだけど、これマジで。待って。
えず、力、これは自分の、うわ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 、これどうやっていくのこれ。いや自分は落ちたけど、やばい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 、やばい、床がやばい、床がやばい、ピンチ。ピンチ。炭取るやつ、炭取るやつ何？炭取るやつが必要だこれ。壁よりも横の方が、はい。なんで？はい。あ、ソフトバンク解約されることになりました。まさかの。最悪になったわ。ちょっととりあえず、まあ解約しても、まあどっちにしろ、こっちに。ありがとう。薄いな。玄関からまず。じゃないよ。これ木樹取れるやつなんすけね。完璧に綺麗に。いや、だいぶ落ちたよ。まあ、隣の子に出会いましたけど、もっと綺麗に、綺麗に取らんとき、綺麗に完璧に後立てなく取りたいから。いや、綺麗に取れるって何？綺麗に取れるの？油？食器洗剤？食器洗剤持ってくればいい？いや待って、食器洗剤持ってきたいけどさ、いや待って、墨汁がなんか麺の中入って気持ち悪い、めっちゃ気持ち悪い。台所の洗剤誰か持ってきて。
食器洗剤取りたいけど、これこの格好いたらまたこれ汚れちゃうよ、これ。5年以下の懲役になるわけねえだろ。何になるんだよ。なってもいいけどね。綺麗にしてから処刑した方がいいんじゃない、とりあえず。水に入った。マジ60画面入ったら危険やで。え、待って、どうなる、目が見えんくなる。なぜトラエンジンの先、家を先やらない。邪魔しても全然いいっす。あ、隣の人。マジ。あの、歯磨き粉持ってきて。歯磨き粉か、あの、一度持ってこうかな。あ、やばいね。目がめっちゃ痛い。目がめちゃ痛い。私なら怒る。だってあの、これ隣人あなたじゃないんだよ。私の人は。毎回知ってる人だし。俺のこと知ってるか。知ってるよ。見した。で、まあいいわ。そっから、こんなやつから。食器洗い機を持ってくればいいの。食器洗い機ですか。食器洗い機じゃない、なんだっけ、食器なんじゃ。てかね、入れないんだよね。入れないんだよね。どうやって入ればいい、これ。
付けですか。これ。これ。キッチン。キッチンブリーチ。これ。それダメ。じゃあこれ。これ。どれやねん。これ。これか。どれぐらいこれで、あ、めっちゃ取れる、あ、取れるわ。これを洗い流す。どれやねんこれ。いやもう業者しかなくない、これ取れるけど最悪。壁とかさ、水で流せ、荒らせれば取りすぎ、うん、まあ、そんなこと言ってる場合じゃねえよ。そんなことどうでもいいもん。メラミンスポンジ。今ここまでなると思わんかったわ、マジで。違う業者？思うだろう。いや思わん。壁めっちゃついてね。うん、ついてるよね。まず隣の壁しろや。いや。家からだろう。だって隣はもうとりあえず OK って言われたから、あとでもいいんだよ。とりあえず家やらないと。急に。こっちだろ。隣の壁もだいぶ取れてるしね。外はいいわ。とりあえず箱はどうでもいい。壁黒くね、うん、帰ってこないよ。解約中に出る。
電車でないよ。そうだろ、普通の家は。すごいな。最初はみんなやれやれって言って、後からこうだもん。行くわ、何で。後からむき出返してたね。いや、マジで。マジで。後から、すげえいいするふれ返し。もう、わ、分かっていないけど。大丈夫か。いや大丈夫じゃないよって言ってよ。いやでも違うんだよ、飛んだ時に壁についてないんだよね。あのこの携帯を持って行った時にこうやってパッてすがっちゃって、あやべついちゃったみたいな。その時は壁には一切ついてなかった。だからこの曲でなったっていうよりも、壁にすがったらあそこの壁が黒くなった。もうあれだろうね、携帯も壊れちゃってるんだろうね、普通にこんなもんこんな状態。なぜかっていうと、めっちゃ水牧場入ってるもんね、これ音も聞こえなくなるよね。この配信のために携帯壊して携帯解約されるじゃね、これマイク死んだで、マイク。だから配信自体は残るのに、こうやって行かれるとなんか帰ってこんだろ今日は。
はまだまだだけどね。こすぐな、いや、こすったらいいだろう。いや、今日多分帰ってくるの遅いんだよ。残念ながら。多分帰ってこない。定時の配信の時間には帰ってきませんね。うわぁ、携帯がぶち壊れた。
村これだけ念入りに掃除しないよ。それはね、こんな汚れするよね。こんなにするよ。シミに洗剤を引っ掛ける。洗剤引っ掛けたらいいですか。これで業者とか呼んだら一発でやってくれるんです。高圧洗浄機。高圧洗浄機。スチームでいけんの？いやもう携帯壊れてるよ。この企画の代償、携帯壊れる、モバイルバッテリー壊れる、壁汚れる、チームあるよ。使うか、じゃあ。スチーム使ったらいける？
壁がどうした。はよ壁やれや。いや分かってるわよ、うるせえな。待てや、今文句だけなくちゃよ。洗剤あります。これひどくなった。え、何？壁に。壁にあれ？声聞こえます？家のものに迷惑かけない小遣い稼ぎができないとかあったような。いや、こういう配信したら余計飛ばないんだよね、ちなみに。ちなみにこういう配信しても飛ばないんですよね。結構分かってないの、ちなみに。はっきり言ってこういう配信したときマジ飛ばないんだよ。小遣い稼ぎでやってないでしょ。ああ。声小さい。いやー、ちげえんだよ。声小さいっていうか、あれなんですよね。水が入っちゃって、携帯の中に。水っていうか、墨汁が携帯の中に入っちゃって。そう。戻った。だね、これはもう。これでも合わんかったら無理やな。これマックスってやる。修理に出せば。ほら、これは出さんぞ。出さんぞ。
Yeah.
スムーズ。いや、だから携帯変えたら今行くよ。激押しとか、いや、ないね。いや、ぶっ倒れるよ。倉庫に入る理由分かった。ホンダバスカメスコ。いや、もう生まれた時からもう学会員でした、ね。ちょっと間違ってんだよ。で、俺生まれた時にはもう学会員だったっけ？すでに。声聞こえる？